世界のジャパンチャンネルへようこそ。ナビゲーターの桜井美希です。皆さんは好きなお菓子はありますか？ポテトチップスやじゃがりこなど人気のものはたくさんあり、映画やテレビを見るときのお供にしている人も多いのではないでしょうか。そんなお菓子は形から味に至るまで様々な種類のお菓子があり、国によってその個性は全く違いますが、日本のお菓子を食べた外国人はどのように感じるのでしょうか。今回は外国人に日本のお菓子を配ったある日本人男性のエピソードをご紹介していきます。この動画が少しでも良かったなと感じていただけたら、チャンネル登録と高評価ボタンをお願いいたします。それでは早速、話題となっていたある日本人男性のエピソードを見てみましょう。私はごく普通のサラリーマンで、会社には外国人が在籍しています。ある日、職場の打ち合わせをオフィスでした時のこと。その日は国際色豊かなメンバーだったので、コミュニケーションのきっかけに何かいい方法がないか探していました。以前テレビか何かで聞いた、日本のお菓子は外国人に受けがいいという話を思い出し、緑茶と日本のお菓子を用意することに。同僚たちはアメリカ人にコロンビア人、フランス人と多種多様な国籍がいます。外国人に日本のお菓子はどうかなと内心ドキドキだったけど、結果は大成功。コロンビア人の女性社員は柿の種に感激して、家に持って帰って母に食べさせるなんて言い出すし、アメリカ人の上司は歌舞伎揚げをかじるなり、こりゃうまいとびっくり。ベジタリアンのアメリカ人女性は、緑茶はヘルシーと言って嬉しそうに飲んでいました。フランス出身の女性社員もポッキーをかじりながら、これはヨーロッパでも人気なのよなんて笑顔で話していました。結局みんな会議中にボリボリガリガリ夢中になって手を伸ばす始末。それに日本のスナックは味がいいだけじゃなくて袋も開けやすいなんて妙なところに感心したりして。確かに海外のお菓子の袋って手で開けようとすると硬くて大変なものとかもありますよね。無理に開けると中身が飛び散ったり。日本のものって味もそうだけど、いろんなことに配慮して作ってあるんだなと改めて考えさせられましたよ。以上が日本人男性の体験談でした。会議そっちのけでお菓子に夢中なのは嬉しいですが、想像するとシュールで面白いですね。このエピソードについて海外からは日本のお菓子に対する熱いコメントが寄せられていましたので、ご紹介します。海外の反応。柿の種は辛すぎないところと食感が楽しいのが大好きだわ。見た目も小さな豆みたいで可愛い。日本の友達からカプリコをもらって食べたんだ。ウエハースに似てるけど口の中で溶けるから驚いた。食べる時の音もいいよね。ウエハースなのに溶けるのかい？すごく気になる。近くのアジア市場で探してみようかな。日本のポッキーはプレッツェルみたいですごく美味しい。一箱全部食べられるよ。癖になる味だね。まだ食べてない人には絶対おすすめ。ポッキーはアメリカでも大人気さ。ウォルマートにも売ってるぜ。私の国でもポッキーは売ってるけど、ミカドって名前だわ。日本でも買ったことがあるけど、ポッキーの方が形とかが完璧な気がするわね。見た目がポッキーに似てるやつでプリッツってあるよね。チョコレートなし版のポッキーっぽいものなんだけど、香ばしくて甘くて美味しいんだ。僕の中のベストは白い恋人。クリーミーなのに甘すぎなくて、ついつい食べ過ぎちゃう。空港でカートン買いしてクリスマスパーティーで配ったけど好評だったよ。中国人だけど俺も好きだな。日本出張のお土産として職場で配ったらすごい勢いでなくなったことがある。アメリカのお菓子は濃い味付けが多すぎるから、日本の方が断然美味しいね。以前日本のシルベーヌをホストファミリーの家で食べてハマっちゃった。
ミニチュアのケーキだけど味がリッチだから一つでも満足だね。それに軽くて柔らかいところが日本ならではって感じ。醤油味のせんべいは風味が好きじゃないんだけど、蜂蜜で甘くなっている一口サイズのせんべいは美味しかったな。甘すぎないで塩味もあっていいねって友達と盛り上がったよ。卵ボーロってあるだろ？スープに入れるパンみたいなやつ。友達の子供がおやつにしてて、試しにもらって食べたことがある。そしたら、見た目がパンくずなのにシュガークッキーみたいな味で、食感もホロホロで美味しかった。留学の時めっちゃ食べてたんだけど、ハッピーターンの謎のパウダーは美味しすぎる。もちろん家族へのお土産に買って帰ったよ。日本のものは安心して食べられるしね。日本のお菓子はパッケージがキュートなのも好き。特にアポロとかキノコの山がお気に入りだな。パッケージがいいのわかる。日本のチョコレートのパッケージは安くても洗練されたものが多いんだ。フランスだとおしゃれなデザインのものはリンツとかの高級チョコになっちゃう。日本のお菓子は食べきれるサイズなのがいいと思うな。箱の大きさを比べると日本、フランス、アメリカの順に大きくなっていくんだ。美味しいのももちろんだけど、食べ過ぎを助長しないところが日本的だと思うよ。私は前に食べた日本の豆菓子が好きだったな。ヘルシーでカリッとしていて、まさに中毒、止まらなかった。日本のスナックはユニークだよな。友達と日系スーパーに行ってチーズスナックを買ってみたんだ。初めて見た時はすごいと思ったよ。サクサクなんだけど、口の中で粉みたいにすぐ溶けちゃった。もう本当幸せな味って感じ。あれなら100個は食べられるね。東京でマカダミアナッツチョコを買ったら大当たりだったわ。チョコの香りが強すぎないから、ナッツの繊細な味が損なわれない。このバランスが素晴らしいの。日本のお菓子は全体的に安いものでもクオリティが高いイメージがあるよ。同じお菓子でも種類がたくさんあるのもすごいし、日本に行って食べたくなるね。以上が海外の人々のコメントでした。日本のお菓子に対する愛が伝わってくるコメントが多く嬉しかったですね。海外のお菓子を比べて違いが分かりやすいのはグミ。アメリカのグミはネチョネチョとキャラメルのように歯にくっつくので、日本の弾力のあるグミを食べると面白い食感と大受けするそう。繊細な食感や味わいを持っているのも日本のお菓子の魅力といえますね。ここからは海外の人々に特に人気な日本のお菓子について紹介していきます。チョコレートと聞くとベルギーやスイスなどを思い浮かべると思いますが、それらと比べると日本のものはしつこくない味が特徴で、日本のチョコはいくらでも食べられると喜んでくれる外国人も多いのだとか。アジア圏の国々から熱い声が届いているのはスナック系。特にベトナムやタイなどの東南アジアでは柿の種が人気を呼んでおり、せんべいとナッツといった組み合わせはあまりないそうで、お土産にすると非常に喜ばれるのだそう。香辛料が日常的に使われるアジア圏の方々は辛いものが好きな人が多いのでしょうね。日本でもお酒のおつまみにしている人が多いのではないでしょうか。フランスではアルフォートなどのクッキー系が好まれるそう。もちろんフランスにもアルフォートに似たものがあるようですが、日本のものよりチョコが少ないのだとか。このように日本のお菓子は海外でも大人気なのですが、最近では新型コロナウイルスの影響で旅行が難しいこともあって、海外の人々の日本スナックへの愛はどんどん膨れ上がっているんだとか。そんな熱い要望に応えて誕生し大ヒットとなったサービスが東京スナックボックス。これはフランス人男性が始めた事業で、日本のお菓子を25種類詰め合わせて販売するというもの。その人気はフランス国内にとどまらず、スイスやベルギーなどヨーロッパ各国から注文が集まっているそうです。さらに最近ではこのお菓子詰め合わせビジネスに月額制のものも登場。こちらは東京の会社が手掛ける東京トリートというサービスで、大手お菓子メーカーの商品を中心に
詰め合わせボックスを月1回海外発送するというものです。日本人ならではの丁寧なサービスが評判となり、現在では世界シェアトップクラスを邁進中で、これまでに180の国と地域に累計210万箱を発送しています。好評の秘訣は、外国では購入できないレアな商品が手に入ることで、海外の人々の好奇心と日本のお菓子熱はまだまだ止まらないようです。私たちの身近にあるお菓子が海外の人々にも愛されているのは嬉しいことですね。特に繊細な味や食感は日本ならではの魅力と言えそうです。また安全面や箱の開けやすさ、パッケージのデザインなどが認められているのも日本人として誇らしいことだと思います。皆さんも外国の方と会う機会があれば、日本のお菓子を差し入れてみてはいかがでしょうか。桜井のおすすめは、新ポテトとカントリーマームチョコまみれです。動画を最後までご覧いただきありがとうございました。またのお越しをお待ちしています。